はい、こんばんは。ドンチャンネルです。1月19日の夜、夜っていうか、まあ、夕方、うん、今日さ、見てきましたよ。リュウジ、うん。まあ、太陽映画劇場さんでね、まあ、リバイバル上映みたいな感じで上映されていたので、なんか伝説的な映画っていうことで、リュウジっていう映画があるのは知っていました。うん サブスクとかでも見つけられなくて、結局自分は全然見てなくて、まあ、各方面からああだこうだとかいう噂を聞きつつの、まあ、昨日ちょっとネット上でいろいろ検索しの、まあ、今日無事にね、太陽映画劇場さんで見ることができたんだけど、最初、その映画そのものの話よりも、なんか、なんていうの、映画を見て、 あーは <laughs> はって思ったことがたくさんあるんで、まあちょっとまあまあまあ僕の感想なので、ちょっと見る人が期待するのと全然違う話になるかもしれないんだけど、まずさ、まああの、映画が始まりました。で、つかみのシーンがあって、えっ、ー、とまあ、主題歌が流れるんですよ。で、えっ、ー、と帰ってきてタイトルを改めて確認したら、 えっと、萩原健一さん、証券が歌うララバイっていう曲なんですね。これ検索したら YouTube でも聞こ、聞くことができます。まあ、興味ある人は聞いてみてください。でね、この主題歌が流れ始めた途端にね、あれこれ長渕剛じゃんって僕思ったんですよ <coughs>。独特のなんかこう、なんか言い回しするじゃないですか。うん で、ネット見たらさ、あのもう、もろパクリっていうかさ、長渕剛さんがこの、リュウジっていう映画から、いろんなことをリスペクトさ,されて、まあ、主題歌、このララバイの歌い方もそうだし、なんか主人公リ、リュウジの立ち居振,振る舞いとか <coughs> あの、トンボだっけ、オルゴールだっけ、 あの中でちょっと、まあそんな組織だって動くヤクザじゃないんだけど、まあファミリー的なヤクザの兄貴分を演じている長渕剛さんって、あこの隆治からいろんなことをリスペクトされて、なんか自分の こう、世界観に持ってきた人なんだなっていうのがね、よくわかりました。だから僕はもう映画を楽しもうと思ったんだけど、あれこれって、この歩き方、この蹴りの入れ方、あ、長渕剛じゃないって思ったんですよ。違うんですよね。長渕剛が真似してるんです。真似、真似って言ったら悪いななんかこう、ね。だから、長渕剛さんも、リ二を見て、 ああ、いいじゃんって。あ、お俺、俺、これいいわって。で、俺、こういうふうなことをやりたいみたいな感じ。な、だから、まあ、今週いろいろ話したさ。タランティーノがレザボアドックスを取ったのと同じ構図ってことですよね。 いろんな映画の面白い部分を引っ張ってきて、こう自分の中で昇華して、自分の作品として世に通っている。長内剛さんも、リュウジを見て、あ、これええええ、わと思って、まあ自分がまあアウトプットするオルゴールとかトンボとかいう作品の中に、それを取り入れて、まあこれちょっと真似してるんじゃないのって言ってしまっちゃ、身も蓋もないんだけど、 まあそんなふうに思いましたねずっと僕見ていて。<laughs> で、えー、っとね、長渕剛さんのことは僕は結構知ってる方と思うんだけど、えー、っと僕は高校時代、まあまあ、僕ら世代は去年還暦を迎えた僕たち世代は中学生の頃ってあの深夜放送をみんな聴いてる世代なんですよね、まあ「オールナイトニッポン」で。 で僕が高校生の時って、えー、と松山千春さん長渕剛さんがまあ一まあ部だったか二部だったか忘れたけど大涌谷と日本やっていて <laughs> 長渕剛さんが、えー、と鹿児島出身で、まあ、彼はずっと音楽やっていて絶対メジャーになってやるっていう心づもりで鹿児島時代は T&T たけし剛だったかな、T T、っていう、 デュオ男2人のデュオをやっていてで彼は、えー、と大学は福岡ですよ九州産業大学で福岡の天神にある伝説のライブハウス「昭和」で歌ったんですよね。でまあ東京に行ってえっ、ー、とまあがん頑張ってて僕は、えーとね、彼の LP アルバムも買いましたよ「逆流」っていうやつ。 で、えっ、ー、と、その中に、あのー、ベスト10とかで歌ったジュンコとか入ってましたよ。うん、だから、彼は、なんか、いわゆるフォ,フォークシンガーだったんですよ、初めは。やさ男で髪がこう、さらっとしていて、肩まであって、みたいな。で、すごい細身で、ジャケットを着,き着こなしているお、おしゃれな今、今、今、今風のフォークシンガーだったんですよ、長渕剛って。 うん。おうじゅんこ、君の名を呼べばって結構ね、高い声で彼歌ってましたもんね。うん。それがですよ。まあ、ウィキペディア広げてみたらわかるけど、まあ彼は彼なりになんか、石野真子さんとの結婚、離婚、で、なんだっけ、四方見悦子さんと結婚したのかなその後、なんだっけ、薬物で捕まりましたよね。大麻だっけ。 うん、で、その他ああ、もう、で、あやらかしちゃったな、消えていくのかなと思ったら、しほみえつこさんの内情の子で、まあ、復活しました。で、でその復活したときに、なんかイメージがガラッと変わってきたんですよね。すごい、こう、マッチョ長渕みたいなさ、あれ相当筋トレやったんだと思うんだけど、僕が高校生の時に聞いていたラジオ、オールナイトニッポンで、 いいろんなななこととを語っっててる彼彼はもう違うよう違よ、ね、になってましたねでも、まあ、彼はなんかすごい「俺はこんな風ににきてやるんだ」みたいななんかこう気概はねずっと持っていてまあ塩見悦子さんとの結婚とかで、まあ、それがいい方向に行ったんじゃないのかなと思うんだけどまあ彼はねまあ若者のマッチョ系の若者のカリスマみたいな立場になってるんですよ、今。うん で、そんな彼が、まあ、その、映画作品を作るにあたって、大いにこう、取り入れたのが、この、リュウジっていう映画の世界観なのだなと僕はもう確信しましたね。だって、あれこれって長渕じゃないのって思うことがしょっちゅうあったもん、この映画を見てるとき、時に。反対でした。長ああ渕さんが、リュウジを真似したんでした。うん で、帰ってきてねなんかこうなんか龍二の世界観に浸るはずがなんか <laughs> 長渕剛の顔がこうちらついてさなんか久しぶりに不思議な感覚に陥ったんですけどあのトンボとかオルゴールとかねあそこら辺を見た人がその後に龍二を見たらもう僕と同じような感想を持つはずですよ。う で、まあ彼、彼が、まあまあ、俺はちょっと挫折したんだみたいなことをね、ウィキペディアに書かれてるんでこれちょっと引用しますね。後に波乱万丈だった30代の頃、をお金にまつわることやまあ、よくいる利権として群がる輩たち具体的には話さないが騙されたあの時期裏切られたことたくさんあったな腹綿が煮えくり返るほど人を恨んだこともあった。 信頼する人間に欺かれると自分のすべてを剥ぎ取られたように自暴、時期になる。でもしばらく経つと思うんだ。裏切る人間を近くに置いたのは誰よ、とね。俺が選んだんじゃねえか、って。若い時にヒット曲が生まれて周りに人がたくさん集まってくると自分が特別に思えてしまう。宇宙天になる。人生に勝った気分になって猿回しの猿のような己に気がつかない。 そんなどこまでも天狗になった自分の鼻をパーンと蹴り折られたのが30代だったのかもしれない。裏切った奴と街でばったり出会った時に、よ、久しぶり、貴様な、貴様元気かと笑える本当の意味で強い人間になりたいと思ったっていう彼が、まあ新しいね、自己表現を、映像表現をするときにリスペクトして取り入れたのが、 このリュウジっていう映画の社会観なのかなとね、私は納得したわけでございます。はぁ、あ <laughs>。なんかね、なんか思ったのと全然違う感傷互換になっちゃって、うん、そうだよね。だって、みんなさ、あの、 スクリーンに映し出される映像が目から入ってきて、こうの、脳を刺激されるとかいうのはまあ、そうなんだろうけど、それ以前に培っているもので見ちゃうじゃない。あれこれ以前見たなんとかとかいう作品になんか雰囲気似てるなとかさ、あれと思ったら、自分が先に見ている方がマネしンぼの映画だったということだったんですね。 はい。最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴、お待ち申し上げております。失礼します。